サントマリー・ドラメールの廃所皿、サラカリ、サララカリ、またはクロサラは、南フランスの都市サントマリー・ドラメールに伝わる聖女、ロマの守護聖人でもある。ただし、カトリック教会で劣勢されているわけではない。この地に漂着した、マグダラのマリア、マリア・サロメ、マリア・ヤコベの従者であったとされる。伝承は、マリアたちにと一緒に来たとも、すでにこの地に住んでいたとも言われる。 出身はエジプトあるいはインドとされ、褐色あるいは黒い肌の像がある。狩りはインドの女神の名前から由来すると思われる。毎年5月24日前後、10月22日前後に模様される。この街の教会から聖女皿の像を海まで運ぶ祭りがあり、多くのロマが集まる。マーガレット・スターバードはこの伝説の皿をマグダラのマリアの娘と考えた。 ダン・ブラウンは、推理小説、ダヴィンチ・コードの中で、これを釈用している。マーガレット・スターバード、ザ・ウーマン・ウィズ・ザ・アラバスター・ジャー日本語版、マグダラ・のマリアと、聖杯、泉ゆ子役、H 出版、2005年、第3章111ページ。ありがとうございます。